回ってんの回ってんのか、皆さんおはようございます。ちょっと朝に撮ってるんですけども、本日は、おそらくかなりの人が気になるであろう、ウケツさんのお面の、作り方、誰でも、作れる、タイトルもあります通り誰でも作れるウケツのお面の作り方講座、本日こちらやっていきたいと思います。用意するものは2つ。まず1つ目、もう今このお面ですけど、これなんだどこのお面だっていう話なんですけど、こちら、お面作りっていうね、なんかこういうやつがあるんですよ。Amazon とかで検索したら出てくるんだけど、お面作り、粘土でいろんな、顔のお面を作ってみよう。これ多分ね10個入りとかで売ってるんだよ、こういう感じで10個セット、これをまず購入する。そしてシンプルに、これさくらさんの紙粘土、はい、これね、決まる粘土、ちょっとやばいけど、なんかタイトルちょっとやばいけど、決まる粘土ね、変な意味で決まるんじゃない。これをお前ひたすらここにも貼り付けたら終わりなんだよ。それだけなんだよ、それだけです。他になんか必要説明もいらないでしょ。でこれ開けてひたすらこう、なんか入ってないこれ、なんか入ってないこれ、なにこれ、なにこれ、変な入ってる、貼り付けていくだけ、こんな感じ。ちょっと厚めの方がいいね、なんかこう網網になってるから、もうこう厚めに多めに貼っていく。でこの指の押し込んだ時の形がこうすごいこう何重々しい雰囲気になるから、ちょっとこう厚めにあんま強く押し込まず大胆に貼っていく。こうやってでこの縁とかもこう残ってるんで、こことかも全部全部覆いかぶして貼っていく、まんべんなく。多分この紙粘土1本全然余るから、多めに貼っちゃっても全然大丈夫。これ何教えてんの俺は。できればこう境目とかはねこう消した方が芸術性は高くなる。こう見えてでも図工ずっと5だったからな俺、小学校も中学校意外とこう芸術的な部分がね得意なんだよね。実話を言うとあんまね、でこう裏にねこうちょっとこれ集合体恐怖症の人多分苦手かもしれないけど、こういうねブツブツが出てくる。これあとねこう押し込んで平らにします。それは最後でいいんだけど、
変えていこうで、まあこんな感じですかね。まあなんか最低限、もう最低限とかもう、ほぼ受けてたんでしょっていう感じ、これやるだけでも完成なんで、ぜひ皆さん参考にしてみてください。で基本的にまあ全身黒タイツを下に着て、まあ、これをかぶって、でここ今ちょっと消えてますけど、ここに紐を通すとこあるんで、そこに紐を通していただいてかぶる感じで、はい、これ完成です。口はもうちょっと雑ですけど、まあこんなもんでしょう。ということで以上で受けつさんのお面の作り方講座でした。ぜひご参考ください。お疲れ様でした。